してますね。はい。はい、では、オンライン多読システムの利点と欠点、改善の方向性ということで、古川先生、どうぞよろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。今年は本当に伊崎真泉さんもおっしゃったようにですね、大変な年でですね、私たちも突如、オンラインシステムを使って、多読するっていうことになりましたので、ちょっとその経験を単純をちょっと言うのと、皆さんと一緒にですね、じゃあこういう中でどうやってやるのが一番、多読オンラインシステムの利点をうまく活用できて、逆に欠点を、できるだけ少なくするにはどうすればいいかというようなことをですね、話し合えばいいかと思っております。各システムについての詳しいアンケートを取ったので、それの資料とか増資のリストとかですね、多読学会のホームページにあるので、それを見ていただければと思います。それではちょっと、どうすんだ、まず、こっちかな、これか。さて、パワーポイントが見えてるでしょうかね。自分じゃ分からないので。はい、見えてます、はい。ちょっと小さめに映ってますけど。ちょっと、これなんか、なんか全体の画面がでかくなっちゃうんですよね。これなんかいい方法ないんですかね。ちょっと待ってください。多分、なんか画面が、ちょっと待ってください。こっちの方がでかいのかな。こっちの方がマシなんですかね。はい、こっちの方が大きめ。こっちのがまだマシですかね。こっちの隣のが見えちゃうのが、はい、次のが見えちゃうのが欠点ですけどね。はい、わかりました。ちょっとあれ、ちっちゃくなっちゃった。そうしたら、むしろ元のやつにするのがいいのかな。ちょっと待ってください。それこっちの方がいいのか。なんかそのうまくいかないですね。ちょっとちっちゃくなっちゃうかもしれませんけど、すいません。でちょっとなんとか見えますかね。はいはい、大丈夫です。現在のスライドから、上のところの現在のスライドからっていうところを押すと大きくなるんじゃないかと思います。いや、それはね、多分違うんですよ。そうなると普通はそうなりますよね。うん、それをこうすると、こうなるんだけど。なんかさ、なっちゃうんですね。あ、失礼しました。余計なことを言って。はい、っていうことなんですね。すいません。こっちなんかだから、これ、画面が、うまくいかないですね。多分ちょっとこちらのコンピューターの設定の都合だと思います。すいません。できるだけでかくするにはこうしたらちょっとなかったかな。はい。それでは進めさせていただきますと。自己紹介ですけれど、多読教室を東京で新宿でやっています。生徒数は約1600名ぐらいですかね。今年コロナになって対面授業ができないって分かった瞬間に生徒数が100名ぐらい減りました、っていう結構厳しいですね。でも逆に言うと100名ぐらいしか減らなかったってことでしょうかね。うちは多読ライブラリーを持つ教室が29個あって、55万冊本があるって、割と自由に貸し出すっていう形なんですけれど、そういうことなのでですね、本が直接借りれなくなるっていうんで、ちょっと魅力を感じないっていう方が、ちょっとやめちゃいましたね。実際の授業は多読だけじゃなくて、中1から高2は外国人講師の会話作文指導っていうのと多読のペア授業、高2高3は大学受験と多読のペアの授業っていうのをやっています。今年はとにかく非常事態宣言じゃなかった緊急事態宣言が出てですね、ちょっと2週間お休みさせていただいて、その後
まあ、多読、まあ、とにかく細々でも続けなきゃということでですね、まずイーステーションさんですね、多読の森、まあ、X リーディング、まあ、マイオン、これでネッサンスラーニングが最近日本に進出してきたので、試しにちょっとやってみようと。まあ、オックスフォードブックラーナーズブックシェルフっていうのはこれただで利用できるっていうことがあってですね、これも利用させていただきましたと。でもオックスフォードリーディングクラブっていうのはこれ非常に、まあ、ORT と、ドミノとかブックワームとか全部揃っていて非常にいいんですけれど、まあ、値段がむちゃくちゃ高いのと、利用ちょっと法人向けにできていないというか、まあ、これ個人教室向けに設定されてるんで使いにくいっていうのがあるんで、まあ、それは中止中にだけ利用するという形にしましたと。まあ、それだけではやっぱり本が足らないっていうか、適切な本が、まあ、特にないっていうのと、まあ、ある程度もう読めるようになってる子はこうペーパーバックとか読んでるんで、まあ、それだとまあレター、まあ、それだったらもう実際の本を送っちゃえということで、まあ、レターパックによる本の郵送とか貸し出しですね、それもやりましたね。で今のどのシステムもこう生徒にこう直接アドバイスするっていうような、のがうまくできるようになってないのでですね、まあ、生徒とのメールと、まあ、Zoom のミーティングみたいな形を、週1回やって、まあ、生徒とのコンタクトを取ると、いうことですが、まあ実際その対面授業のようにですね、まあ、細かなことまではできないので、とにかく多読続けようねっていう、まあ、感じでやりました。あと、中1はですね、そもそも多読って、まあ、まだ文法も声も全然知らないんで無理なんで、まあ、ORT の解説ビデオっていうのを作ってですね、まあ、それを会員限定で放映するということですね。で、これをやるためには、やっぱりそのオックスフォードリーディングクラブに入らないとダメですとオックスフォードに言われて、まあ、それもあってオックスフォードリーディングクラブをやる契約するってことですね。あと、まあ、とにかく個別選書指導っていうのはうちの売りだったんですけれど、それはこうシステムにそういう対話機能が全然ないもんでですね、もう、まあ、事実上できない、まあ、課題図書を出したり、まあ、E ステーションには掲示板とかがあったりするのでそれでやったりとかですね、まあ、ホームページで、まあ、課題図書も出すとか、まあ、いろいろやってましたけれど、まあ細かなことっていうのはちょっと今のオンラインシステムではちょっと自発的にやる意欲のある子を続けるのは結構楽なんとかなるけど、こちらが細かくアドバイスするっていうのはとっても難しいっていう感じですね。このまま1年やったらどうしようと思っていましたけれど、まあ、6月ぐらいにから、授業が再開できたので、まあ、よかったですと。あと、まあ、外国人パートの方なんですけど、それは Zoom で双方向の授業で、こっちの方は普段の授業とそんなに変わりがないと。まあ、1クラスの人数がまあ10名から16名程度ってこともあってですね、まあ、それだとこう、まあ、Zoom でもやっぱり1対1で結構、生徒参加型の授業ができるっていうことで、まあ、これは生徒に非常に好評、だったですね。あと、まあ、多読の授業中には一斉読みとかあるんですけど、まあ、それは一斉読みのやっぱ解説ビデオを放映すると。まあ、英作文の時間なんかもあるんだけど、まあ、それは録画で回答を放映して、まあ、メールで添削するみたいな、まあ、形で、まあ、とにかく手間はかかるわ。まあ、特にこの ORT の解説ビデオを私が作ったのですが、まあ、大体、うん、1回分作るのにやっぱし80分の授業を作るのに、やっぱ5、6時間じゃ済まないかな っていう、まあでも今後の新人研修にも使えるからまあいいかと思っておりますが、ちょっと膨大な時間がかかりますね。で使ったシステムですけれど、まあ E ステーション、マイオン、X リーディング、まあオックスフォードリーディングクラブ、この4つなんで、まあブックフリックスとかリテラシー、トゥルーフリックスリテラシープロっていうのもあるんですけれど、それにそれはちょっと直接使っていないんで、まあ、詳しいことはちょっと言えないです。まあ、これどんな本を持ってるかっていうのは皆さん一番関心があるかと思うんで、それについてはこのホームページを見ていただければですね、まあ、そこにあるってことですかね。でまあ、一つずつちょっと簡単に紹介させていただきたいと思います。まあ、E ステーションは、
タイトル数は975個あってですね、まあ、約50校約5000人が利用していますね。費用はまあ1年2000円ぐらい、まあ、最小利用人数が5名ですね。もともと日本で作ったシステムなので、まあ、日本、まあ、というのと、まあ、絵本クラブから発展しているので、まあ、絵本が充実しているというのが非常にいいところですね。あと日本語ベースのシステムなので、まあ、初心者にも使いやすい。まあ、読み聞き放題契約をすると、まあ、リスニングの素材も豊富っていうのが、まあ、良いところでしょうか。まあ、ただその欠点はですね、大人向けの、まあ、GR は BBL と FRL と RADA だけってことで、まあ、中上位向けの方が少ないんですね。だから入門だけだといいんだけれど、ちょっと読める子が読むっていう本がほとんどない。まあ、なんでこう先月のページターナーとか、まあ、マクミランとかケンブリッジとかがですね、まあ、これ多分 X リーディングに許諾してるってことは、コスモピアも多分ちょっと頑張れば許諾取れるんじゃないかと思うので、そういうのがやっぱ GR が一定程度 GR の上から下まで揃ってるとやっぱ幅広い生徒に対応できるんで、まあそうなると結構いいシステムになるんじゃないかなっていう感じでした。まあ、ただいいところは、まあ、小回りがある程度効くんで、まあ、要望を出すとです、いろいろこう不便なところはたくさんあったんですけれど、まあ、要望を出すと、まあ、ちょっと一個ずつ直してくれるということでしょうかね。まあ、マイオンですね。マイオンはルネッサンスラーニングっていう、まあ、イギリスとアメリカの会社がやってるんですが、まあ、タイトル数がとにかく6100あってですね、まあ、特にキャップストーンの本とかほとんど全て揃ってるんで、まあ、ちょっと英語ができる子には結構魅力的ですね。あとなんといっても1800万人が利用しているのでシステムの安定性がすごくいいですと特にこうどんな本も全て音声の読み上げができて、まあ、しかもこう読むときにこうちゃんと一つずつ文字が動いていくっていうか、いや文字が動くかもしれない、文字の後ろのハイライトされていくっていうことになっていてですね、いやさすが1800万人が使ってるっていうだけのことはあって、機能は最も充実していますね。あと本当ノンフィクションは本当に充実しています。まあ、ただやっぱこれネイティブ用なので、まあ、当然英語使用、まあ、一部だからスペイン語とかも使えるみたいですが、なんで中上級者向きですね。なんで外国人が使うにはそのやすなんだろうやっぱ GR が全然ないのでですね、ちょっと、うん、使いにくいっていうか、まあ、ノンフィクションが好きなである程度力のある子には結構いいけれど、まあ、フィクションもやっぱ基本古典が多いのでですね、っていう形でしょうかね。まあ、の GR も利用できるようになるといいなということはその、ルデスナさんに伝えていて、まあ、ちょっと前向きに検討してみるっていうような、っていうか、まあ少なくとも本部の方に伝えるっていうふうに、言ってくれていますと。まあ、次 X リーディングですね。 X リーディングは日本で多分一番よく使われている多読システムで、まあ、タイトル数は1200とそんなに多くないんですけれど、まあ、4万人が利用していますと。まあ、1年間の費用は2500円ぐらいですかね。まあ、心のいいところはやっぱりマクミラン、ケンブリッジ、ページターナースが全レベル揃っていてですね、まあ、初級から上級まで幅広く対応しているってことですね。ただもともとその大学生をターゲットにして作ってるんで、まあ、基本英語ベースっていうのと、まあ、ところがちょっと欠点ですかね。あとやっぱし基本大学生ベースで作ったから、まあ、読みやすさレベル0の優しい GR とか LR が、まあ、非常に数が少ない、まあ、この辺が拡充されるとですね、まあ、バランスが良くなっていいんじゃないかなっていうふうに思います。ただこれもその昨日ポールさんから連絡が来て、いや今サンシャインブックスとかも入れて、徐々に読みやすさレベル0の、GRLR を拡充中だよというふうにですね、X リーディングさんの方でも前向きに取り組んでいると聞いています。オックスフォードリーディングクラブは、まあ、タイトル数が900なんですけれど、やっぱこれいいところはやっぱ ORT が全部揃ってる、
ドミノスとかですね、ブックマンも全部揃っているんでですね、うちでもだから中1で ORT 読むだけじゃなくて、まあ、あの中2のとかで、まあ、ちょっとドミノのスターターとかですね、その辺がまあ結構読めるので、まあやっぱなんだろう、ラインナップとしては下から上まで一通り揃っていて非常に使いやすいですね。とても魅力的です。ただまあなんといってもこう、まあ、利用者数が非公開って言ってるぐらいで、これは企業秘密なので公開できませんという、お答えだったんですが、まあ、おそらくは、まあ、非常に利用者数は少ないです。まあ、というのもユーザー管理に難があってですね、これ大人数じゃあちょっと管理が超しにくい、まあ、特にユーザー ID をこっち側で指定できないっていう非常な欠点があってですね、それをまあ直すませんかと言ってるんだけど、とにかく利用者からの改善意見とかにはとっても消極的ですね。まあ、あの、まあ、ちょっと、まあ、オックスフォードが片手までやってるっていうことがあるので、なかなか、かな。ただそうは言ってもやっぱ ORT が使えるとかですね、いいところもあります。ただ値段が1年間、まあ、ここだけ飛び抜けて高く1万800円ですからね、それをどう思うかってことですけど、あとこれスカラスティックがやってるブックフリックス、トゥルーフリックス、リテラシープロライブラリっていうのがありますと、これはちょっと実際使っていないんでよくわかりません。まあ、大体あの国内で使ってる人はやっぱり2000人とか350人とか、まあ、1万人とか、まあ、大体350人ぐらいいたら公表しても恥ずかしくない数字だと思うので、まあ、オックスフォードの方は、まあ、まあそれをで推定されるかなって感じですね。まあそういうわけで各システムのまとめですけれど、まあ利用者数っていうと、まあ、こんな感じで、1800万人の人が使ってるマイオンから、まあ、5000人の人が使っているイステーションまでいろいろですかね。まあ、蔵書の数で言えばマイオンが一番多いんですけれど、やっぱりちょっと初心者向けのやつとか GR がないので、ちょっと外国、まあ、多読っていう向けだとどうかな。まあ、その点やっぱオックスフォードリーディングクラブは本当に、いや、どんな下のレベルからどんな上のレベルまで一通りあるんで、まあ、これは非常に蔵書ということではいいですね。まあ、ただ管理のしやすさとかっていうことになると、オックスフォードリーディングクラブは最低最悪なシステムでですね、手作業が相当必要とされる、ことになります。まあ、あとやっぱり人数が多いシステムの方がやっぱ基本安定してるんで、ですね。まあ、あと費用はこんな感じで、まあ、あのオックスフォードリーディングクラブを除けばどこも年間で鳴らせば、まあ、ほぼ同じ、ような金額です。まあ、しかし、まあ、とにかく今のオンラインシステムの最大の欠点はですね、やっぱ楽しい自動書というか、こういう感じの自動書ですね。最近だと本当、プリンセスブラックとかですね、ドラゴンマスターとか、こうドラゴンマスターズとか、こう結構幅広い範囲で人気なんだけれど、やっぱそういうような楽しい自動書が全然入ってないのでですね、まあ、短期間続けるにはいいけれど、ちょっとこれでこう長期やるっていうのは、まあだから、なんだろう、これだけでやるっていうのはやっぱり厳しいですね。まあでも逆に言うと、そのオンラインでできるものはオンラインに任せちゃって、自分とこの蔵書はこうそうじゃないものに中心にするっていうふうにやれば、まあ結構、割と安い費用でシステムを作れるっていうことはありますと。あと、まあ、とにかく現行オンラインシステムの欠点は、精度と一対一でコミュニケーションを取れるツールというのが、どのシステムもない。つまり、基本、一方的なものしかないんですね。クラスごとに生徒の読書記録を見る機能はあるけれど、それを見ながら、生徒にアドバイスを送るということが、できない。まあ、課題図書とかにして、それの作文とか書かせればそれに返答するっていうような機能があるのはある、マイオンとかあるんですけれど、まあ、とにかく
生徒に読書記録を見て、ああなかなか頑張ってるじゃん、今度こんな本読んだらいいねみたいな、そういうのを送るシステムっていうのが、ないっていうことですね。ただこれについても X リーディングさんはちょっと前向きに改善したいと言っていると聞いています。まああとやっぱシステムの管理が意外に大変、これまあ学校の場合それほどでもないと思うんですけれど、塾の場合こうクラス変更とかですね、生徒の新規の入会とか大会があるんで、その度に、直さなきゃいけないんでですね、でその中でこう一部のシステムっていうか、これオックスフォードリーディングクラブのことですけど、まあ大人数には明らかに向いていない、システムですね。しかもこれチケットを配るってシステムなんで、チケットを配るのに全クラスに行って一枚一枚生徒には配らなきゃいけないと。他のシステムは基本的に月決めでなり年決めで請求書がやってくるだけですが、こっちはこうチケットを前に買って前払いで買ってそれを各生徒に配るっていう余分な手間がいるんでですね、で一旦配布しちゃったチケットは生徒辞めても戻ってこないし、でも値段は高いっていう、まあことでしょうかね。ただこれは学校とか小規模のところではそんな大きな問題にはならないと思います。まあ多読オンラインの逆に長所っていうのはやっぱり、まあ、本を複数冊購入した人もいいし、生徒が勝手に借りれるってことですよね。あと読書の記録が、まあ、自動的にできる。ただこれもオックスフォードリーディングクラブのところは結構システムが安定してなくて、読んだのにあれ記録がされていないっていうようなことが結構あります。まあなんでとにかくまあなんですかね、まあでも基本X リーディングとか他のシステムは大体記録はきちんとしてます。あとまあ大抵のシステムは理解度チェックテストが利用できるので、ですけれど、まあ、理解度チェックテストはもろ刃の両刃の刃っていう感じで、これでこうあれ5問中4題正解とかじゃないと読んだことにならないみたいなことにしちゃうと、読む気がなくなっちゃうっていうところがありますね。だからこれ使うときには私は全部設定せずに勝手に読めっていうことにしましたけれど、設定する場合でもこう、まあ、5題中3題合えばいいとか、こう低めに設定する方が生徒のやる気が失われないのではないかということでしょうかね。さて、まあ、っていうのが、あれで、まあ、そんなことを言っていてもしょうがないんで、まあ、オンラインシステムの長所を生かして欠点を補うために、まあ、どんなことをすればいいのかなっていうことを、まあ、皆さんとお話ししたいと思います。でそれで一旦画面の共有を停止しますね。おっとっと、おなんかみんなの顔が見てちっちゃくなっちゃいました。さてそれいうことなんですが、まあ質問なり補足なり、まあ、特に実際に使われた方から、発言される方、ミュートを解除しておっしゃってください。よろしいでしょうか。はい。高瀬です。一番最後に古川さんものすごくきちんとまとめてくださってありがとうございます。私たちもその多読オンラインのリーディング始めるときにあれこれいろいろ探したんですけども、ここまできちんとはできてないので、とりあえず OR オックスフォードリーディングクラブと X リーディングとで始めたんですけど、それぞれやっぱり古川さんがおっしゃったようなマイナス点があるんですけど、一番のその気になるのはほとんどの大学が多くの大学が使ってる X リーディングで、最後に古川さんおっしゃったなんていうのか、コンプレッションチェックを通らないと読んだことにはならないっていうのがかなりネックになってて、逆にそのテストを受けるために、そしてターゲットの語数をクリアするために難しい本を読むんだけれども、本当に読んだかどうかっていうのはよく分からなくて、だから自分がストーリーを知ってる、日本語でも読んで知ってるストーリーで読んでいくっていう
子がいるんですね、必ず。でそれをどうやってこちら側がなんていうかな、指導していくか。でオンラインじゃないときは毎週毎週チェックして、あなたはこれ何分で読んだかっていうの、スピードも結構いい加減だったので、かなりその指導ができたんですけど、オンラインでこれ一人ずつメールでやるっていうのはものすごく大変でした。非常に大なんていうか、めちゃくちゃらしい子にはもう直接メールしたりズームでやったりしたんですけども、対面でやるときはもう教室をバーッと回りながら一人ずつチェックできるんですけど、でそれが一つの一番大きな問題でした、 X リーディングの場合は。でオックスフォードブッククラブの部分は、で私が担当しているのは小学生だから、小学生はそのオンラインで読むということ自体が保護者がいないとなかなかうまくいかないと、それが一つと、やっぱりものすごい大変でした。入るのも事務手続きなりいろいろが大変でしたので、ちょっと、最近は非常に人数が減ってます、読む子が。小学生は特に。それで授業がもう普通の対面になったから、貸し出しで、で古川さんがおっしゃってたようにメールで送ったり本送ったりとか、そっちの方を優先してます。でその解決法っていうのは分かりませんエクスリーディングは解決法は教師側である程度はセーブできると思います。ただ数値を見てから成績を出すだけのが先生に当たったクラスは全く指導なしでやってますけども、私は気になるから毎週チェックして指導してましたけど、だからじゃあそれもちょっと、だから1対1で古川さんおっしゃったように1対1で即反応できるか指導できれば、いちいちメールで送ったりする必要がないので、ずいぶんと手間が省けるし、もっといい指導ができると思います。以上です。まあ私の場合はもう諦めましたねやってやれないと、なのでとにかくちょっと無理そうなリーフ、とにかく読む方がないってことにはもうじゃあ郵送で送るから、本貸してっていう感じで、まあこれでもただこれやっぱ往復で1000円かかるんでね、まあちょっと子供に親にさらに負担をかけるっていうことにはなっちゃいますよね。ただこれやっぱその今のオンラインシステムって基本個別指導するっていう発想に立ってないですから、本を供給すればいいという、まあそういう発想になっているんで、まあどうなのかな、まあこの辺を、まあポールさんとかはちょっとその直す気があるみたいだからし、Eステーションもちょっと直す気があるみたいなので、まあその辺の方々が、まあどのくらい頑張ってくれるかなっていう。ことでしょうかね。あれポールさんとか E ステーションの方とかここにいらっしゃるんじゃないですかね。小野さん、はい、かな。ポールさん、はい、あ、小野です。まあ今おっしゃったように私ども特に学校に対して、使っていただいているのが本当ごく最近なもんですから、今までE ステーション作って3年弱経ちますけども、ほとんどは個人会員の方の閲覧がメインでした。でここ本当に半年くらい、特に今年になってからいろんな学校の方に使っていただいてお声をいただいてます。で一つ一つ検証しながら今改善を図ってます。まあもちろん人手の問題もコストの問題もありますので全部一度にというわけにいきませんけど、今優先順位を決めながら改善を図ってます。ですからまあ SEG さんで使っていただいていろんなお声をいただいていると非常に我々にとってもいいことで、ですからまあ先生方のお声をいただくということで課題を自分たちで見つけて、それをまあ必然的にこのタイムラインを設定しながら改善しようと思っています。ですからまあ今年はまあ初めてのチャンスということで我々取り組んでますけど、来春までにいろんな課題をこう整理しながら改善をしていくということを今考えています。確か坂本さんもいますよね。今ミュートになってると思いますけど、坂本さんもちょっと何かご意見があればミュートオフにして、ちょっとまだはっきりしてないんですけど、チャットは立場がいないのではっきりしないんですけれども、何かできたという話を昨日ちょっと聞いたような気もするんですけれども、後で立花の方からまたね正確に申し上げます。で在庫の本の数がですね800、900弱ではなくて
今1200ぐらい確かになっていたと思いますので、数はちょっと違うかなというふうに思いました。以上です。数はのコスモピアさんからもらった資料に応じて通りで言っていますから、ただあの多分もらったのが3月末なりぐらいの資料なんじゃないですかね。実はあの先月末現在で1200越しまして、今1300弱です。で今いろんな出版社と契約して、特にステム系 の、 あの出版社がいわゆるノンフィクションを提供してくれるということで、年末までにあと1500点ぐらい読み放題の方につあの追加する予定でいます。ですから、まあ、あの非常にコンテンツは増えていくだろうと。で、まあ、おっしゃったように少しやっぱりレベルの高い方を厚くしていかなきゃいけないんじゃないかということで、そういう出版社との交渉を進めています。以上です。X リーディングのポールさんとかどうでしょう。プルカワ先生、Thank you for the presentation. Very interesting. And thank you for mentioning X reading. I just want to say regarding the messaging, we will be implementing a system kind of similar to Line, where teachers can communicate with individual students or make groups. So to communicate with a class or all their classes.So that hopefully, I understand, you know, we were always planning to do that, but obviously it's become much more urgent with classes being held online. So we're working on that. Also, Takase-sensei, maybe you didn't realize this, we actually have a way currently to send students an individual message. Students can rate a book after they finish reading it, and a teacher can make a comment or any kind of message to the student that gets added to their...review or rating of the book. Only the student can see that. So there is actually a way. It's not very convenient. I think the new system will be better. But yeah, I understand in this age of online classes, having the ability to communicate directly with individual students and group of students will be very important. So we'll work on that, as well as other features, adding more books, adding speed reading component and things like that.はい、ありがとうございましたという、まあ、前向きなところがあるのでですね、まあ、この2つのところはきちんとやってくれるんじゃないかなって思いますね。まゆみさんとかっているのいないですかね。はい、います。こんにちは、おはようございます。はい、マヨンですね。はい、ご紹介いただいてどうもありがとうございました。おっしゃる通り の、 あの内容で、皆さんの他の、違うプログラムやあの感想なども聞かせていただいて、とっても参考になっております。確かに日本に始めたのは去年からなんで、やっぱメインはアメリカだったんですが、やっぱ、英語圏がもちろん8割いまして、でそちらはもちろんまあ、日本でも同じようになるべく読書をしましょうねっていう感じで、あまり細かい指導っていうよりはやっぱりそういう、まあ、読書を促すっていうような目的で作られたもので、でもあとの2割ぐらいっていうのは非英語圏で使われたりしてるんで、まあ、アメリカに近いスペイン語圏、南米とかの方には対応が厚くなってきているところで、まあ、インターフェースがスペイン語とか中国語になったりとかいう風になってるんで、もし日本でもまあ、私も頑張ってどんどん広めていければ、ユーザーも増えれば、いろんなもうインターフェースも日本語に変えるとかいう話も、まあ、ちょっと一回出てたんですけれども、まあ、進めることも検討の中には入ると思うんで、まあ、将来的には日本語で使いやすくっていう方向もあります。で、やっぱりそうですね、細かい指導っていうのはあまり多分元から視野に入ってなかったんですが、やっぱりそのオンラインになって英語圏の学校とか、まあ、他の国でも本当にオンラインに頼らなきゃいけないんで、その使い勝手っていうのはもうこういう企業みんな今必要がだんだん明確になってきたんで、これから対応するっていう方向に多分どんどん入っていくと思いますし、まあ、そちらもまあ、うちでも頑張って改善していければなと思いますので、私もプロダクトチームの方に伝えまして、改善を図るようにします。また追って皆様にも Google グループで発信していければなと思います。ですね、
はい、まあクイズに答えないと読んだことにならないっていうおっしゃったの方がいらっしゃったんですが、そうですね、マヨは一応、時間を秒数単位で、まあ、読めば全部単語数も出るし時間数も出るんですね。でもやっぱり こっちの難点としてはまた実は開けてさえいれば読んでいたっていうことになるっていう時間数っていうのはまたそういうあれもあるんで、多分両方をコンバインして両方するといいかなと思うんですね。時間を頑張った人っていうのもいるし、まあ最後にマリオンは実は最後まで全ページを読まないとクイズ出てこないんです。半分しか読まない人はクイズのページにたどり着かない、っていうかクイズもっと読んでから Read more to finish this book とか出てくるんですね。なのでクイズ出てこないんで、まあ、両方を使っていただけたらなという感じなんですが、まあ、それはこちらの言い分で、まあ、皆さんの使い勝手のいいように、まあ、これからも改善していきたいと思います。ありがとうございました。はい、まあ、こういうふうに開発側の方と、ユーザー側がこう、まあ、率直に討論できる場ができあったのは非常に良いかと思うんですが、さてオックスフォードの方っていますかね。どなたかオックスフォードの方いらっしゃいますか。いなさそうですね。オックスフォードはこうなかなかね聞く耳持たずっていうか、これって録音されてるのにまずいなっていう感じでですね、なかなかなしのつぶせっていう感じなんですね。はい、まあでも ORT を持っているので、それはなんといっても独占的な企業ですね。はい、もうちょっとだから ORT みたいなものが他の会社ももうちょっと出すようになるとオックスフォードも態度が変わってくるんじゃないかと思うのですが、さて次、また先生の側でですね、自分はちょっとこんな風に工夫したよみたいな、そういうのをちょっと高瀬さん以外で、どなたかちょっと経験を話していただける方いらっしゃるでしょうか。はい、聞こえますか。はい、はい、竹村さんどうぞ。北星学園大学の竹村です。まあ、本当に前期全部オンラインで15週、多読をですねやったんですけども、まず一つ大学の中で問題が起きているのは、図書館にですね、その、蔵書としてですね、資産として残らないので、この費用が出てこないということを言われてですね、まあ、個人の例えば1000円あたりが50人だったら5万円ですよね。でそういうものがなかなかこの捻出できなくて、当初スタート時点で非常に困りました。ですから大学で何かこうやるとなるとですね、必ずその買い取、まあ、要するに買い取りっていうかですね、そういうシステムなもので、年度年度で消えていくようなそういうものに対してはあんまりこう好意的でないというですね、そういう意見が多く出ましたね。それで私なんとか、先ほどの古川先生の、オックスフォードラーナーズブックシェルフですか、これっていうのはオックスフォードアウルのことを言ってるんでしょうかね。いやいや違います、それとは多分別々、まあ、他にもなんか、うん、オックスフォードは結構無料で見せるっていうのをあちこちでやっていて、はい、それで私もなんとか無料でスタートさせるしかないなということで、そのオックスフォードアールに入って、まあ、ちょっと一部 ORT だとかですねプロジェクトが入ってるんですけども、それでなんとか 初級者っていうかですね、まあ、音声も入ってるので初級者向けにスタートとしてはですね、全員そこから入らすとゼロレベルのとこはカバーできるのかなと思いました。それは人数制限がありませんでした。それ結構ないクラスごとにこう割り当てると全員入れましたので、それはもうゼロ円でスタートできたというのが一つ大きな、ただそこからですね次の段階に行く本がなくて、たまたまの本学の図書館がマルゼンの e-books というのが買い取りしてたのでそこにつなげてってなんとかうまくはいったんですけども、とにかくしんどいこの15週出た15週だったという感想ですね。以上です。さて他に、どなたか。吉田です。はい、いいですか。はい、どうぞ。いいですか。私は今先生がおっしゃったように同じように予算の問題まず一番頭を抱えたんですけれども、まあ、結局今期春学期は自分の研究費を使って2つのクラスでeStationを利用しました。で、
全くその何をしていいのか、で自分が今まで積み重ねてきたあの個別指導の多読っていうものがやはりオンラインではできないので、どうしたらいいのかってずっともう迷いながら、プラス1年生のクラスではまずオンラインに参加させるというところから、本当に学生によっては iPhone で聞いてたりとかする学生も今いますので、まあ、そういう環境、いろんな環境を考えながら一定の学生が不利にならないようにとか、いろいろなことを考えながらやってみました。で結果としてステーションでは私がやりやすかったなと思うのは、YL を指定することができたので、こちらで課題図書を指定して YL の 0.5 まで、大学生といっても英語苦手な学生にはまず多読は優しい本からということなので、YL 0.5 まで合計で298冊ほど指定しました。それでかなりの学生が1年生ある意味もうこうオンラインで授業をリアルでする授業っていうのがあんまりなかったみたいなので、一生懸命読んでくれて、ただ本当に読んでるかどうかはその期間重視をしているわけではないのでわからないんですけれども、いろいろやり取りをしていると、結構一生懸命読んでくれたかなと思います。このあと、1年生の1つのクラスは秋学期も引き続きまた E ステーションお世話になろうと思ってるんですけれども、レベルを少しずつ上げていこうと思います。で全然関係ないんですが、多読ではないんですが、私はその1年生のクラスではこの多読のオンラインと、そしてアルクの、ネットアカデミーと両方アサインしたんですね。でそちらはもう大学の方で購入してくれてるものですので、追加費用なしに使えたの でちょっと面白いのは、やっぱり1年生で英語がそれほど得意じゃない学生で両方点数どっちも同じようにしたんですけど、結構やっぱり多読の方が人気がありました。問題を解く、アルクも非常に面白くできてるんですけれども、問題を解くだけよりも自分で本さえ読んでいったらどんどん上がっていくっていうのがやっぱり心をつかんだのかなって思いました。両方とも全部パーフェクトにやった学生もいたので、もう本当にびっくりしたんですけども、そんな感じです。私の方から一つ皆さんに質問があるんですけれども、対面の時は多読の記録シートっていうのを作ってそれに記入してもらってたんです。多読記録手帳に書いてあるようなものなんですけれども、オンラインの場合はもうウェブ上でデータが見れるということもあって、今回はそれ記入させなかったんですけど、ちょっと指導しにくかった面もあるので、皆さん実際にオンラインをされて多読シート、多読の記録シートっていうのを使われた方いらっしゃいますでしょうか。もし使われた方がおられたら何らかしらフィードバックいただけたらと思います。お願いします。ですね、生徒には書けっていうふうに言いましたけれど、書いてる生徒が半分、全く書いてない生徒が半分ですね。実際に対面授業に戻った時を見ると、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと私いいですか、言わせてください。はい、どうぞ。すいません、私ちょっとオンラインシステムは使えなかったという、大学なんですけれども、多読、いろんなちょっと無料システムとか大学の、電子図書など使って、やったんですけれども、その時にですね、大学の、LMS っていうのが、うちは Teams を使ったんですけれども、とにかく記録手帳には書かせてですね、要するにそれは使ってないわけですけど、記録手帳に書かせて、それをですね、文字チャットに、投稿というふうに呼んでるんですけど、文字チャットに添付して、毎回提出させました。でそうすると個々の学生とのチャットのなので、その時にチャットで写真を見ながら、コメントをするっていう形で、やりまして、いずれにしろですね、システムで全部集計してるか、それから手帳で全部見られるかっていう形で、とにかく、振り返って、
この15週間でこれだけ読んだとか、そういうのは、まあ、結構励みになったのかなというふうには思っています。まあ、そういう利用の仕方をしました。毎週写真ですね、写真を撮らせて、そして提出っていうことです。以上です。どうぞ。すいません、じゃあ発言します。あ、大丈夫ですか？はい、どうぞ。あ、はい、はい、すいません、東京の鈴木優子です。個人教室、小学生、中学生、高校生多読させてる、あの本当に少人数の個人教室なんですけれども、私のところもは、オンラインはあの先ほど古川さんが使ってないと言っていたスカーラスティックの、リテラシープロとトゥルフリックスっていうのを使ってまして、まず、記録帳に関しては写真をやはり記録あの提出させるという方法であの提出してもらっていたので全員記録はしていまして、でそれをあのチェックできるっていうことになっていました。あと、一つは、ちょっとこれはあのシステム側の人へのお願いなんですけれども、古川さんにも事前にちょっと質問みたいな感じをあの投げたんですけど、あの個人教室だとどうしても少人数なので、マヨンさんとか、まあ、スカラスティック の、あのものもそうですけれども、すべてあの最低購入数っていうのが決まっていて、 ORC もですね、あのどうしてもその数に見合えないというか生徒が少なくて、でもあのなんとかやりたいっていうことで、まあ、一応最低数が一番少なかったスカラスティックさんの方を使わせていただいてるんです。最低多分20アカウント買わなきゃいけないっていうふうになってるんですけれども、あのそちらを、まあ、うちはたまたま20人は少なくとも多読してたのでできるんですが、個人教室の先生からよく相談を受けるのはどこがオンラインがいいかって聞かれて、で大体その数のところがネックでみんな契約ができないっていう現状があります。まあ、どうしてもアールズを利用してても数が限りがあるとか言って、ちょっとその辺がちょっと今のオンラインは問題になってるな、あのなかなか取り組みにくいなっていうところを感じています。でもう一つは、シェア、先ほどの、リアルタイムで生徒とやり取りができなくてっていうところの話なんですけれども、うちもおそらく ECG さんと同じように一人一人授業対面であれば一人一人声かけて、あの、まあ、ちょっと見て回るというか、読んでる様子を見て読んでる本を見ながら次こんな本がどうとか提案できるんですけれども、それは確かにできなかったです。ただ、その代わりに何をしたかというと、週1回 Zoom の時にあのお互いに読んでるものをの感想をシェアするっていうことをしました。あのなのでシェアしなきゃいけないので結局読まないといけないっていう現状に、まあ、陥るというか、読んでないと相手に勧められないっていうことで、そういった意味で、まあ、必ず読まなきゃいけないっていう状況に追い込むというか、そういうことをしてたんですけれども、でもそうすると1回の時間に1冊ぐらいしかあの紹介できないので、 あとそのクラスの人にしか紹介できないと、あのそうですね、大人数だったらブレイクルームでペアワークとか 2、3人にして、あのその 2、3人の中でしかシェアできないんですね。でもクラス全体で見るともっと面白いもの読んでる人たくさんいるので、それでちょっと考えたのが、いいですかね、ちょっと画面をこれ共有できますか、私も、というかそろそろ時間が厳しくなる。わかりました。じゃあどうなんですか、ヘミさん。まだあと10分ぐらいありますから。じゃあ大丈夫、今鈴木さんを共同ホストにしましたので、はい、これで共有できます。何をしたかというと、表紙の写真を撮ってもらってですね、それで、私これを共有っていうボタンを、今 iPad でやってるんですけれども、画面共有でいいのかな、画面共有をします。それでこれですね、すみません、ちょっと手間取ったら言葉だけにします、うまくいかないな。今共有できてますか、私。まだできてないです。あ、すいません、じゃあちょっとやめられ、あの要は何かというと、あ、写真でいいかな、写真にします。じゃあ写真の共有、例えば
今共有はできてますか？完了にすればよかった。いや、できてないです。どうですか？あ、はい、来ました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 。こんな感じで、これは紙の本なんですけど、紙の本借りた子は自分がおすすめしたい本の表紙の写真を撮ってこう、表紙に被らないようにコメントを載せる、あのおすすめコメントを載せる。で、これを、あ、これ1枚しか共有できないの。これをでも電子写真でもスクショで電子、あの電子ブックも電子ブックの表紙をスクショして、それでその上とか下とか横とかに工夫して、あのおすすめコメントを載せる。で、それを学校全体の人が見れる状態にする。だから、うちの場合はまあちょっとアプリでシーソーっていうのを使ってるんですけど、なんかおそらくいろんなアプリがあるから、そういうのを、例えば学校だったらそのホームページでその学校の人しか見れないところにこういうのをたくさん載せとくと、実はこれ紙本でもいいですけど電子ブックもたくさんあると何読んだらいいか分かんなくて、生徒はそうするとこれ表紙見たやつは割とみんな読んだりとかするので、まあ、そういった形で、読んだものをシェアするっていう風な形にした時にすごくやっぱりシェアされたものを生徒は読んでいました。で、3ヶ月終わった時にやっぱりたくさん読んでるかな、なんかもう100万語近く読んでたりとか、すごい何十万語とか、もう本当に3ヶ月終わってみたら結構前読んでた紙本が難しくて読めなかったものが読めるようになってっていうようなことが起きたんですね。 ORT の例えば 7-8 のひねりがあるじゃないですか、ストーリーのひねりの展開とか、そういうところが今までは読み切れなかった子が楽々こう読み解くことができるみたいな感じに変わっていたので、実はその3ヶ月間大きかったなと思っている次第です。ちょっと実践報告でした。以上です。すいません、長くなりました。ありがとうございます。さて、あと 2,3 分だったら大丈夫そうですけれど、他に、はい、サムさんとかどうですか？まあ、私イーステを使ってたんですけども、イーステいろいろなんか使いにくいってこう、ああでもまあそれはまあ改善できてよかったんですけども、一つだけちょっと長い本になってくるとクイズの数が3問なんかのままで、読み終わった時に学生が内容を覚えてられないっていうコメントをなんかちょっといただいて、なんか一章ごとに質問があったらいいなっていうちょっとしたアイデアがあったので、一応ここだけで発言して、それはかなりの労力は、まあ、必要かなと思うけど、一応提案として一応ここでちょっと発言したかっただけです。あとさっき竹村先生も手を挙げてたので、ぜひ残りの時間を I yield my time to you ありがとう。竹村です。共有できるんでしょうか、これ共有。辺見さん、共有お願いできますか？はい、 OK です。ちょっと待ってください。はい、どうぞ。先ほどどういうものかということで、これ見えますか？はい、見えます。このように学生スクリーンショットを撮ってですね、一つコメントをこう書かすんですよね。これで一冊読んだことになって、あとずっとこう、スクリーンショットを撮って報告するっていう形になってます。60冊読むことで20点もらえることになってるんですけれども、大体こんな感じでコメントもみんな面白く楽しんでですね、クイズとかは一切させないで、本当に絵本を楽しむという形で、なんていうかな、まずスタートをさせたというのは、まあ、こういう形でブックレポートを電子で送らせてやってきたという形ですね。これ学生ですけど60冊かな、ちょうど。はい、まあ、こんなような形でやってました。以上です。それとビブリオバトルですね、 Zoom でやってるんですけども、投票機能を使って毎週7名がですね、登場して自分の本を2分で喋るという形 で投票機能で その場ですぐ1位を決めて、まあ、点数もらえるというそういう形もやってます。以上です。はい、すいません。もう一人ぐらい多分いけると思いますね。はい、厚見さんですか？ミュート解除してたぞ。はい、厚見です。聖霊クリストファー大学の厚見です。お願いします。私はスカラスティックのリテラシープロを使って、イマージョンの小学校の5年生なんですけれども、研究会に家族を使った研究会にをしようと思っています。それで、
思ったよりも子どもたちがタイピングが全くできないのであの感想を入れてもらおうと思ったらもうアルファベットをこう一文字ずつこう探すような感じだったりですとか、あの最初にアカウントを設定するときにものすごく時間がかかってしまったりっていう、あの思ってもないトラブルが結構発生しました。それと、イマージョンの学校なのでオーラルは結構聞く方はかなりできるんですけども、読むレベルがほとんどゼロっていう子がやっぱりいまして、単語レベルが本当に一部読めるっていうぐらいなので、レクサイルといって、あのレベルをチェックしてくれてそれに合った本を進めてくれるっていうシステムがあるんですが、その問題がまず解けないんです全く。で、あと本についてくるそのコンプリヘンションチェックの問題がレベルゼロのようなものでも問題が難しくなってしまって問題が読めないっていう、だけど必ず読み終わるとこのテストクイズをやってみませんかみたいなものが出るんですね。でこう記録としてその、まあ、読んだ本と語数っていうのとそのコンプリヘンションチェックのスコアも出るので、その辺をこう小学生の場合はどうしたらいいのかなっていうのと、あと現場からのリクエストでやっぱり紙の本 と、 あの、教学校でこうアサイン課題として出されるような本とそのe-book と全部をまとめて記録をしたいっていうふうにあのっていう声もすごく強かったですね。なので e-book で記録が自動的に取れて研究材料としてはいいなと思ったんですけども、ちょっとその、実際の子どもたちの現状と学校の方の事情っていうのと合わせてやっていくのがちょっと、難しいなっていうことで、あのブックフリックスもあの仕方がなくっていうのは変ですけど、もうちょっと楽しんでもらいたいっていうこともあって記録はできないんですけど、まあ、ちょっとそれも今導入をしたりしてですね、まだちゃんと始まってないんですが今そんな状態です。ちょっと共有させていただきました。はい、ありがとうございました。でその、まあ、結局チェックテストはついてるんだけれど、私なんかは生徒に一切やらなくていいからというふうにも最初から言っていて、生徒も全く気にしないという、まあ、なんか ORT の方は楽しんでやってた人も結構いましたけれど、まあ、X リーディングとかそういうのも全然あのそもそも設定でなしっていうのができるんで、もうなんで、まあ、それは別にあれです、正直やらないっていうのが一番シンプルなんじゃないかと思いますね。さてそれ、さてそれですけれど、もうそろそろ時間なので、終わりなんですが、まあ共通としてやっぱりちょっと、まあ、生徒と教師のですね、まあ直接、まあ、読書記録をあと見たらそのまま生徒にこうメッセージを送れるっていうような、まあ、そういう機能が、まあ、ないととても不便かなっていうふうに思います。ということと、まず e ステーションについてはその読みやすレベル1から4程度の GR が充実してくると、まあ、読みやすあの優しい本は結構だんだん e ステーションかなり増えてきてよかったんですけど、ちょっとその辺がないっていうのがあれですね。で、まあ、マイモさんの方はやっぱちょっと外国人のことも考えて、GR の絵本とかですね、 GR の大人用の GR とか、そういうのを蔵書に付け加えていただけるとありがたいのかなと。アメリカではあのそもそもオックスフォードのブックワームが読めるんですよね。だけど日本は契約で読めなく、あのまあ、日本で読めないのは非常に簡単な理由で、オックスフォードリーディングクラブを売ろうっていう、なので他のシステムには使わせないんだと思いますけれど、まあ、そういうことをやっていただければいいんじゃないかなと思います。X リーディングさんもちょっとあの読みやすさレベル0と、まあ、1ですね。そのあたりをもうちょっと充実していただけると、まあ、非常にいいのかなと。まあ、オックスフォードリーディングクラブの方は、まあ、とにかくちょっとまずもうちょっとユーザーの声に耳を傾けていただけると嬉しいなっていう、まあ、感じでしょうかね。はい、それではあの恵美さんに戻します。はい、
はい、それではちょうど時間となりましたので、ここで終了とさせていただきたいと思います。皆さん画面下の右側反応のところから拍手マークがありますので、こちらで、拍手をよろしくお願いいたします。古川先生ありがとうございました。はい、ここでレコーディング止めます。